大体自分の会社の人件費が適正かどうか、その検証方法はビジネススクールでもやってないと思う、ほとんどコストがまあかからない方法で知ることができると。コンサルを雇って高い金を払ってですね、調査する必要は実はないんですね。売上高人件費率、これをベンチマークすると皆さんこんにちは、山際です。今日もですね、人事戦略の、まあ、基礎的な知識についてお話ししていきたいと思います。まだまだ世の中のコロナ騒動が収まりませんけれども、その中でもですね、よく最近ニュースで出てくるのが倒産というよりか、廃業ですね。事業の継続ができないので会社を清算するっていうようなニュースが非常に多く出てきています。で、私も企業の人事部にいた時にですね、リーマンショック直後で非常にその会社の売り上げが、急激に落ちた時にちょうど人事部にいた経験があります。で、こういうのを割と周期的に繰り返しているので、独立した時もいつかはこういうリセッションのフェーズが来るんじゃないか、不景気のフェーズが来るんじゃないかっていうふうに、いろいろ準備をして検討をしていたんですね。で、中国の景気がすごい伸びていて、中国発のバブル崩壊で世界経済がなんかおかしくなるんじゃないかみたいなことを警戒している経済学者の方はとても多かったんですが、誰も想像しない形でですね、パンデミック、世界的な疫病の流行ということで、今我々はこういう世界に直面しているということになっています。で、そんな時にですね、人件費の負担に耐えられなくなって、それで、事業を畳むというケースが多いんですけれども、普段はですね、売り上げがちゃんと立っている時っていうのは人件費 の、比率はそこそこ高いケースも低いケースもあるんですけど、そんな気にならないですね、お金が回ってるうちは。で、ところがこういう非常事態になると途端に、負担が大きくなると、負担率が大きくなるということが起きます。で、今日はですね、人件費ってどうやって決めていくのがいいんだということをですね、少しお話ししたいと思います。テーマはこちらですね、正しい人件費の決め方はあるのかということです。で、この質問は私コンサルタントをやっていると、いろんな会社の経営者の方からですね、質問を受けることがあります。で、実は私も会社にいた時、自動車会社だったんですけど、自動車会社にいた時に正しい人件費の比率はいくらなんだとか、人件費総額はいくらなんだみたいな、質問をですね、その時の上司からされました。で、いろいろ外を調べに行ってですね、外部のコンサルタントとか、あと同業他社にインタビューをしに行ったりとか、散々やったんですけど、結論はそんなもんどこにもないということが分かったんですね。で、皆さんもし同じような局面にあるとすると、また私と同じように探し始めるのは非常に時間の無駄なので、今日はですね、ここのノウハウを少し、お知らせしたいかなと思います。で、目的は2つなんですね。ニーズとしては2つあって、人件費の、払ってる量がどこなんだっていう、その総額が妥当なのかとかっていうのがありますし、あるいは部門別の、人件費の割合はどこなんだとかですね、いろんな形で人件費はどうだっていうのは経営者の関心事としてあります。はい。で、今日はですね、その人件費の総額、正しい人件費の総額の決め方っていうところで、お話ししたいと思います。で、経営者の問いかけで多いのはこれですね、うちの人件費は適正かと、ね、分析しろって、こういう話になるんですけれども、この質問がどこに行くかっていうと、大体人事部に行きます。で、人事部はそれを受けて、調査しようと思うんですけど、なかなかどこにも出てないんですね、この情報って。ビジネススクールでも多分やってないと思います。私もいろいろ調べたんですけど、人件費のベンチマークのサービスを提供している会社自体がそもそも少ないのと、そういう会社であっても総額に対する、なんか見解を言ってくれるってとか非常に少ないです。で、そういう経歴もあってですね、これ私もそのかつて人事部にいた時に誰も知らないんでしょうがない、自分でなんか方法を探し出すしかないなと。
いうことでいろいろ試行錯誤を繰り返しました。で、まあ、誰も答えられないですね。人事コンサルも答えられないし、聞いてもわからないというので、もう自分でやるしかないという結論になりました。で、答えられないにはですね、ちゃんと訳があるんですけど、これはですね、その人件費の正しい検証方法が、まあ、わからないというかですね、知らないというのが最大の原因です。まあ、教科書にも出てないですし、要するにその企業の人件費を決めるという経験を持った人が専門書をこうぶわっと書かないとですね、まあ、出てこないような知識になります。なので、ここをですね、まあ、手短に、ちょっと入り口のところになるんですけれども、まあ、こんな考え方があるよと、いうことをお説明します。で、その検証方法は何かっていうとですね、売上高人件比率という、まあ、言葉があるんですけど、これをベンチマークすると大体自分の会社の人件費が適正かどうか。で、適正かというのはですね、世間相場に比べてどういう位置があるかっていうのは少なくとも知ることができます。しかもほとんどコストが、まあ、かからない方法で知ることができるということなんですね。で、売上高人件比率というのはですね、まあ、会社の売上高に対して人件費の比率が何パーセントぐらいあるかと、いう比率を、まあ、測定する指標なんですけども、ところで皆さん今の、あなたの会社がですね、大体人件比率何パーセントぐらいかっていうのを把握されているでしょうか。まあ、大体わからないケースが多いですね。多分 10% ぐらいじゃないかなと思います。自分の会社の人件比率がスラスラと言えてですね、数年前からこんな風に移り変わってきてますなんていうデータを、まあ、持ってきてくれる会社なんていうのは、まあ、ほとんどないですね、はい。で、これのベンチマークの仕方について、今日はちょっと説明します。で、これがそのグラフです。で、グラフのですね、縦軸はですね、売上高人件費比率がそのまま書いてます。で、横軸がですね、会社の売上高ですね、はい。で、これをこうプロットしてみると 24.6%、18.3% って書いてますけど、グラフのこの右に行くに従ってですね、売上高が増えるに従って、人件費比率が下がってきているっていうのが分かると思います。で、このデータはどこにあるかというとですね、法人企業統計調査っていうのが、まあ、皆さん誰でも見れるような、ことになってるんですけど、これの存在がほとんど知られていないんですね。で、ここはですね、前回の動画でもちょっとグラフをお見せしましたけれども、1960年からですね、2018年まで、毎年毎年こう更新されてきてます。2019年のデータはまだ出来上がってないですね。多分2020年の秋ぐらいにできると思います。で、その中にですね、日目も売上高から、まあ、PL と BS に関わるようなことがほとんど全部網羅されていて、かつ人件費の項目についても割と細かく書かれていると、そんなデータを持ってきて今こうプロットしたんですね。それで、まあ、これもいいっちゃいいんですけど、見にくいですね。なぜ見にくいかっていうとですね、このグラフの形がこうなんていうんですかね、すごいこうカーブがきつくなっててですね、これだと自分の会社がどこかって見るときに非常に不都合なんですね。で、データの点もですね、これ法人企業統計のデータがそうなってるからなんですけれども、まあ、小さい会社の方が日本は多いわけですね。でかい会社の方が少ない。なので、左側により集まった状態になっているので、自分の会社がどこかなっていったときに、この見やすい売上高が、これが今、100万円なので、200億円から1200億円ぐらいの間にある会社だったら、これでもプロットしやすいんですけれども、まあ、ほとんどの会社はこの、左の縦軸の近くにいるわけですね。自分の会社がどうかなんてわからないと。で、これをどういうふうに、まあ、使いやすくするかということで、ちょっと工夫したのが次のグラフです、はい。で、これはですね、対数軸表示というので、縦軸と横軸をですね、対数というもの変えたものですね。対数は何かというとですね、まあ、簡単に言うとですね、ゼロの数を数えていくということですね。今左側の横軸の一番左が10、次が100、
その時は1000になってますけれども、これ0の数が1個、2個、3個、4個というふうになってます。縦軸も 1%、10%、100% で、0の数が0個、1個、2個と。まあ、こんな感じで表示するのを対数って言います。で、この表示にするとですね、まあ、面白いことに、さっきこう曲がりくねっていたですね、急激なカーブを描いていたグラフが急にまっすぐになると。なんかの偶然かと。いうふうに思いたくなるんですけれども、これが実はですね、世の中の法則っていうのは意外にこの対数の世界で表現されているのが多いんですね。たまたま、これ原因は私もよく分かりませんけれども、この売上高の人件比率っていうのを対数グラフ、横軸売上高、縦軸売上高、人件比率で整理するとものすごい直線になるんですね。ほとんどもう一直線と言ってもいいぐらいです。で、右下のところにちょっとグラフの式が出てますけれども、y イコール 0.4186×x のマイナス 0.134 乗っていう、まあなんかわけのわかんない数式が書いてあるんですけど、例えばの使い方はですね、あなたの会社の売上をこの x に入れてもらって計算すると、正しい人件比率が出てくるという、まあすごい便利な式なんですね。で、この式を使っていいものだろうかどうかというのを計算するときに、この決定係数という R 字乗というのがあるんですけど、これ大体 0.7 以上あればいいよと。まあ、完全な直線で言うと 1.0 になるんですけど、まあ今回のこのケースでいくとですね、0.9915 ということで、非常に強い相関があるということで、まあ使ってもいいんじゃないか。まあちょっと N 数は少ないんですけれども、まあ、このぐらい線形が出てればまあ問題ないだろうなと。いうふうなことが分かります。はい、で、ちょっとですね、まあ、見ていただければ分かるように、会社の売上高が高くなってくると、人件比率は下がっていく傾向になります。で、売上が下がって、少ない売上の会社の方が人件比率は高いです。つまり、中小企業、小規模事業者の方が人件比率が高くて、大企業になるにつれて人件比率は下がっていくと、まあ、こんな傾向にあるんですね。皆さんの会社でこう使うときにはですね、これいろんな法人企業統計って産業別に切り分けられてるんですけど、これはとりあえず分かりやすく言うために、全産業ですね、日本の全部の産業、金融系は除いてますけれども、それの集合のデータです。ですので、この法人企業統計のデータを見に行ってもらってですね、より細かく分かれていますので、自分の業種に近いところで同じようなグラフを書くと、で、この式を出してですね、売上のところにポンと自分の会社の数値を入れるとですね、大体何パーセントぐらいが適正かって言います。で、皆さんの決算書を読んでもらって、実際何パーセントなんだ、うちはというのを計算すると、まあ、総額として高いのか低いのか。っていうのが分かります。高ければ、まあ、今回みたいなこう不景気が来たときに、早めに影響が出ます。売上高人件比率が低ければ、少し余力を持った経営ができるということなんですね。ですから、まあ、採用の数を決めるときとかですね、社員の給料を決めるとき、それから、全体の人数を決めるときとか、まあ、いろんな人件費を決める要素っていうのがあるんですけれども、全部ひっくるめてですね、総額としてうちはいくらなのかということを見るには非常に便利な情報になります。はい、ということで今日のですね、人事をシンプルにする秘訣なんですけれども、売上高を見ればですね、ある程度給与総額は決まります。細かなベンチマークをですね、コンサルを雇って高い金を払ってですね、調査する必要は実はないんですね。まずはこの式で皆さんの会社の適正な人件費のレベルがどのくらいかというのを計算していただけると、あなたの経営のまあちょっと助けになるかなと思います。はい、じゃあ今日メッセージします。